ちょっとこの場でね、面白いものをいただいたんで、ちょっと貼らせていただきます。これ見えるかな？待ってね。よいしょ。出てるかな？これいただいたんですよ。私の提供でね、いつも使わせていただいてるあの、パンドラムの富善さんがね、桜井さんがクレシンの登場人物だった世界線から取り寄せたということで、いや、これちょっとね、BGM 消すからちょっとみんな聞いてほしいんだけど。オカマがお送りするぞ。オカマがお送りするぞ。私こんなこと言ったっけと思ってさ。オカマがお送りするぞ。そんなこんなシナジー取れたこと言ってたっけと思ったんだよね。オカマがお送りするぞって言ってんだけどさ。言ってんだけど、私こんなこといつ言ったんだろうと思ってさ。いつ言ったっけと思って。いつ言ったかなと思ったんだよね。オカマがお送りするぞってね。ボイスまであるから。私一瞬これ富善さんが言ってんのかなと思ったな。オカマがお送りするぞみたいな。あ、ちょっと私に寄せて言ったのかなと思って。どっから切り取ったわかんないんだよね。どっから切り取ったんだろうと思って。あ、やばい。違うのが映っちゃった。待ってね。お、びっくりしちゃってさ。どっから切り取ったんだろうと思って。これ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 。で書いてあるんですよ。脚本行き当たりばったりガヤカマッチョ最近暑いねって書いてある。いや世間話とか思うよね。オカマがお送りするぞ。でこれのさ、またこれのあの BGM 戻す、これの投稿時間を見ていただきたいんですよね。午前8時39分って、もう朝っぱらから何やってんの。午前8時39分ってもう朝っぱらから何をやってんのかしらと思ってさ。もうびっくりしました本当に。びっくりしたわ本当に。割と初期のカマラジの、あの提供のところで言ってたのかな。うん、富善さんはね、あのパンドラムを送ってきてくれた時もね、あの 朝の8時ぐらいに送ってきてくれたんで、非常に早起きでいいなと思いました。コナミ感だけどね、非常にね早起きでねなって思いましたね。そう、いやこんなのね、いやそれこそ本当こんなの深夜テンションで深夜に送られてくるもんだと思うんだけど、うん、いやところがどっこいね、朝の目覚めとともにこれが送られてくるんだから、びっくりするでしょ。びっくりするから、あ、オラ夏始まったなって思うでしょ。そうなんです、早起きできて偉い、ありがとうございます。まあね、まあそこからの流れるような宣伝なんだけど、まあ明日はね21時からオラ夏の続きをやっていきたいと思います。もう続きが気になってもしょうがなかったから、続きが気になって、夜勤明けのまったりタイム、夜勤明けにあんたこんなもん作ってないで早く寝なさい本当に。